Yeah, we promise you. いいですね。ポポロボール、ポンキロ。ポンキロ。がっしりカットしたお肉をいただきます。全部アルゼンチンのタバコ。前回、ブエノスアイレスに入って、元日本代表、久保達彦さんと、アルゼンチンサッカーリーグの打ち合いの、しかもリーグ優勝を目指すチームの、リーグ終盤の半端なく激しすぎる試合を観戦できて、最高にアルゼンチンサッカーの熱さを感じることができた旅オロジ。今回は、まったり南米のパリ、ブエノスアイレスをお届けします。はい、どうもおはようございます。旅オロジの福です。おはようございます。というわけでね、ブエノス続いて、ちょっとサッカー早速堪能して、とうとうね、エアビーに泊まろうと思います。いやー、行きましょう。エアビーに泊まりに行きます。で、しかも今回ね、20日間、編集チームバスで。え、あ、そんなめちゃくちゃ高くないんですか？落ち着いて、みんな、めっちゃ高い。めっちゃ高いに決まってんじゃん。うん。行けばわかるから。そうですね。はい、とりあえず、そのエアビーの家まで、バモス。バモス。いや、地下鉄乗りますよ。地下鉄も初めてですね。ブエノスでね。ブエノスでまだ乗ってないんだよね、俺は。その名古屋の地下鉄の東山線、東山線とかあるんじゃないかみたいな、ね、噂ですけどね。ぜひ見たいですけど、ね、いや、ぜひ見たい。まずはブエノスアイレスの都市交通を駆使してエアビーのお家まで向かいます。すぶて、すぶて、まあ、歴史を感じますね、ここも。うん、モダンだよね。これはスベだよね、多分。スベのはずだよね。スベね、毎度おなじみ。毎度おなじみ。42 安っ。安っ。マジ42。安っ。めっちゃ安いわ。めっちゃ安いよ。で、20円ぐらいだ。そう、20円。そっか、20円ぐらいだね。安すぎるだ。マジか。まずはアグエロの駅ある。ほんとだ。しかも点々だ。点々あるし。ああ、おじゃないよ。じゃないか。まあそんな運よく当たるわけはないのか。まあそうですね。日本の車両に全然どこも日本の車両じゃない。まあそうだ、違うわ。まあ、知らないっすね。まあ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 、どんまいみんな、どんまい、どんまい、愛知県民、どんまい、愛知県民。というわけで、最近は日本の古い車両はほとんど使われておらず、中国製の新しい車両が増えているとのことです。バスに乗り換えます。乗っていく、乗っていく。25だ。25、25、25、安すげえな。移動費が一番びっくりするぐらい安い。そうだね。意味わからん。都市交通が、安すぎる。アルゼンチンの都市交通費は闇レートを適用せずとも破格の安さです。正規レートでもこのバスの運賃は25円ほどバグってます。相変わらずまあ全然都会。まあそうだな、5メートルぐらい下がったぐらいかな。ああ、建物の平均が。確かに今でもやっぱ全然マジだな。いや、マジ、全然マジですね。到着でーす。ほらー、早速お部屋に案内してくれる。案内してくれます。ほら、ジュン、ウェイ、カモーネ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 、ですね、はい、説明してください。はい、アメリカ人でバンで旅をしているスノーさんとカートさんです。スノーさんとカートさん、はい、アメリカ人の2人で、まあ、YouTube チャンネルも持ってるんですよ。はい、で YouTube チャンネルもう10万人以上いる先輩ですね。先輩、ビッグ YouTuber なんですけど、はい、僕たちがね、グアテマラで出会ったバン旅をしていたあのユウコさんっていう方がこの人たちを紹介してくれて、彼ら2人がアメリカに帰ってる間に猫ちゃんをお世話するというね。そうですね、ミッション、大役、大役任されているというわけなんですよ。宿泊費は出していただけると。なるほど、最強ですね。最高です。 Thank you so much for inviting us.
us and thank you so much. Yeah, we promise you we're gonna take good care of it. Yeah. And we love cats. Yeah, we love cats. We watched. Yeah. We don't understand your videos, and it looked like maybe you were in. But you were saying bye to mama and she had cats. They love cats. Maybe Kusuko. Maybe Kusuko. Let me do the intro. Yeah, yeah, yeah. Y'all understand. 逆にあっちのカメラで映っていきましょう。そうですね。はい。Nice to meet you guys. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Thank you so much. See you in 20 days and we're gonna message you the videos and photos of them. というわけで、お部屋紹介。お部屋紹介に入りますか。はい。どうから、お。G? G です、まあ、G です G! G マニーっていうらしいです。すごい名前だよな、うん、まあ、でもかっこいいよね、こいつ柄が。そうなんだよね。あ、待って、でも潜っちゃったな。潜っちゃったよ。潜っちゃったな。 G! はい、というわけで部屋の紹介に移りますか。そうですね、はい。というわけでキッチンから。じゃあキッチンから。キッチンから。いや、ダイニングキッチンですよ。いや、素晴らしい。素晴らしいダイニングキッチン。いやこれ、俺たち2人で使えるんだぜ。やばいね。2日間やばいよね。幸せだ。もう自炊ライフが待ってますね、これは。めっちゃ楽しいやん。いや、めっちゃ楽しいやん。上にもね、一応調味料があって、ここの下のラインは、うん、エアビーのバルサミコ。バルサミコだ。バルサミコや。バルサミコです。やっぱアルゼンチンバルサミコは欠かせないんだね。いやね、絶対置いてあるよね。うん、欲してるもん。と、冷蔵庫もね、もちろん。あー、でかいんだな、十分。これは使っていいのか。うん、2人がいろいろ、まあヨーグルトとかあと野菜とかを残してくれたんで、ちょっとだけ、うん、なるほどね、成仏させましょう。あー、いいですね。いやー、ありがたい、ありがたいです。いやー、生姜意外と嬉しい。お、そしてマヨバターヨーグルト。このソース類もね、使っていいって言ってたんで。マジでピーナッツバター。いやー、ピーナッツバターアメリカ人っぽい。お皿とかイナフです。うん、まあ、おしゃれなワイングラスもあって、皿も十分です。皿も十分です。で、もちろんマイクロウェーブもありますと。あって、その上は体が、あ、そうか、ここに猫ちゃんのご飯が置いてあります。はい、すごい量だ。あったかいお湯が出そうな給湯器があって、こちら洗濯機。うわー、彼がいるっていうのを分かっていたから、僕たちはパタゴニアで一度も洗濯をしなかった。そうだね、まあ、それはそれでどうかって話なんですけど。いや、もうこれは使わせていただこう。はい、シャシッと死ぬほど。ソースも綺麗にしてもらおう。ここでソース、ああ、かけられたやつね。いや、これ洗う、革ジャンは洗えねえわ。革ジャンは俺も洗えるやつだから、うん、グッて引っ張られる。ああ、頭いい、マジ至れりが尽くせりです。いや、尽くせりすぎんな。尽くされてる、マジで。尽くされてる。キッチンはこんなもんですかね。じゃあ、リビング。リビング、こちらいいでしょ。いいですね。いいでしょ。編集しやすそうな机と椅子もあるし、エアコンもあるし、ソファーもあるし。ソファー綺麗ね。 Wi-Fi 繋がりました。はい、強い強い。めちゃめちゃ強い。いや、こんだけ Wi-Fi 強かったらいらんて。テレビ50前後で、ベッドルームですか。ベッドルーム、たらーん、たらーん。あ、バナバナ、もう一匹。あー、ジー君とバナちゃん。バナちゃんね。というわけでベッド、ベッドでかでかい。でもね、分けれるらしいです、2個に。スプリット、シングルベッド2つになるんだよね。そうですね。で、最後バスルーム。はい、こちら、たらー。いや、ここ一番おかしいかもしれない。いや、確かに俺らが味わったことないゾーンかもしれない。ガラスだもんな、これ。エッチだな。こんなガラスのエッチなホテル泊まったことないもん。いや、そうだね。ショールームはここ間接照明の後ろからね、後ろから光しさ、エロいな。以上かな、一旦以上ですね。僕たちもね、荷物出したりとかして生活する準備をしていきましょう。そうだね。で、これから僕たちのその猫可愛がってる姿とか。そうですね。あ、そのご飯あげるところとかね、あとそのうんちとかおしっことかもね、うん、片付けないといけないんで、もちろん。はい、そういうのとかをね、いろいろ見せていきたいと思います。猫目線。まあ普通に俺らのね、食生活とかもね。そうですね、間違いない。エアビー沈没ライフ
そうだね、あくまでその猫シッター動画ではないので、まあそうですね、アルゼンチンの物価とかを紹介できればと思ってますので、ね、そうですね、猫アクセントで、はい、引き続きお楽しみに、お楽しみにですよね、はい、楽しみです、めちゃくちゃ、はい、本当に感謝です、こんな機会をいただけて、あとゆうこさんとエリック、ゆうこさんとエリックも、はい、感謝です。というわけで編集頑張ります、頑張ります。バナちゃん、はい、というわけでエアビーに越してから10日以上経ちましたかね、はい、猫シッター兼エアビー編集ライフ充実しております、はい、今日はいつも僕が買ってる精肉店でお肉買ったりとか、なんか自炊の材料とか買いに行こうかなと思います。でその後カフェ行って編集しようかなと、行きまーす。綺麗な住宅地の目の前、こちらです、カレファエクスプレス。じゃあ入っていきます。ほら、こんな感じですね。あんまり広くはないですね。2列3列、ビッグシティすぎるので、その大きいスーパーがないんですよね、やっぱり土地が多分ないので、こういうエキスプレス系の、なんつエキスプレスって言っても分かんないか、なんだろうな、まあ最低限のものは買えるのでここで買ってますね。主食の米、ここ米コーナーです。結構ね、いろんな米があるんですけど、でこれですね、今一番安いのはもうこのスーパーが出してるお米、119ペソと。じゃあパスタも買いましょうかね。パスタは安い、 500g 70ペソです。てかパスタも米もね、マジで安い。で卵は今ね、6個で163ペソですね。加入、もう1個じゃあ主食パンですね。パン600g の、結構入ってるんですけど、3食でなくなりますね、これがが309ペソと。最後に僕が今日買うものはこちらです。じゃん、マテ、マテです。マテを買っていこうと思います。見てください、こんなに種類があるんですよ。こんなにちっちゃいスーパーでさえこんなに種類があるんですよ。すごくないですか。僕はね、1個前ね、これ飲んでてめっちゃ美味しかったんですよ。これ日本のなんか楽天とかに売ってました、めっちゃ良かったけど。で、数日前にね、これを買ってみたんですよ。チャミゴ買ってみたんですけど、これがね、ちょっとね、僕には合わない味だったんですよね。なんか結構ね、個体によって、個体とか種類によってね、味のだいぶ違いがあるんで、ちょっとこれ合わなかった。なので、これもかっこいいけど、これですね、こちらを買おうと思います。かっこいいし、イエルマンマテアマンダですね。まあこんなもんですかね、とりあえずこのスーパーでは。なのでじゃあレジで購入していきます。というわけでお次はこちら、お肉屋さんですね、カルニセリアサンタロッサさんです。はい、入っていきましょう。ラガラスタルです。ほら、あらゆる部位の肉が売ってるって感じですね。もうアルゼンチンです。鶏肉も一応売ってます。あ、魚も売ってますね、一応。まあでもね、やっぱアルゼンチンなんで牛肉でしょ。牛肉を買いますよ。ステーキだったらここら辺ですかね、多分。ハレとかクアドラーダが美味しいです。で前ね、このクワドラーダを食べてめっちゃ美味しかったんで、あー、じゃあこれにしようかな。あ、ボラデローもボラボラ、ムキロムキロ、せいおいコモパラビステック、あ、ノー、あ、ポコマスマスゴールド、マスゴールド、せい、マスゴールド、はい、せい、すごい量だ。965g。ビンプレシエント。オッケー。めっちゃ少ないですね。ガチです。というわけでお買い物は一旦今日は終了です。で今日はカフェで編集しようかなと思います。というわけでお家に帰りまーす。夕方の4時です。というわけでね、カフェに入って編集しようと思います。はい、いやー、お
しゃれ。こんな感じのね、いい感じのカフェはね、もういっぱいあるんでね、はい、全然カフェ探しにはね、もう困りません。というわけで、入っていきます。ほらほら、ブナース。いやおしゃれです。はい、というわけで来ました。いやクロワッサンがね、めちゃくちゃもうなんかフランスで買ったんじゃねえかってぐらいね、あの、そうですね、もう完全にめちゃくちゃクオリティ高そうなクロカプチーノはね、あのカカオとシナモンを選べるんですよ、上にかけるパウダーを。僕はね、今日はカカオにしました。はい、じゃあまずカプチーノいただきます。うん、濃いね、濃い。アルゼンチン自体がそのカフェの原産国ではないじゃないですか。なんですけどね、まあちゃんとしたこういうあのイタリアの文化の影響が強いんでしょうかね、はい、カフェのクオリティもまあ別に、まあ僕は美味しいと思います。はい、めちゃくちゃ美味しいです。とクロワッサンもいただきます。うん、マオロジ。ちょっとね、あのすごいおしゃれなカフェでパソコン開きながら動画回してるんで、あんまりね、あのマオロジみたいなね、なんかそういうテンションではね、あの喋れません。はい、ちょっと僕もこのブエノスアイレスのおしゃれカフェの雰囲気に合わせた態度というかね、あの行動を心がけたいですから、はい、飲酒していきたいと思います。え、強っ。ここだん、ここめちゃくちゃ強いな。300370。え、最強じゃねえか、最強じゃねえか、今までで。マジか、やば。はい、というわけで、夜の10時、夜ご飯の時間です。今日の食材はこちら。はい、こんな感じですね。あれですよ、肉です。肉を焼いて、米を炊いて、まああとちょっとね、ネギソテーを作るっていう、そういう感じの、まあ結構肉食べるときは僕このラインナップなんですけど、いつもこれで作っていきたいなと思います。はい、というわけでお米が炊けました。まだね、あのちょっとブラッシュなんで開けれないですけど、肉焼いていく。まあ、まずオリーブオイルを敷いて、でガーリックを数かけ入れます。いきます。もたまってないです、それが幸せ。いやー、どうですか、おいしいかなーねー、肉っていうのはやっぱりいいねー。そう、うまそうやん、うまそうやん。肉が贅沢じゃない生活っていうことが贅沢ですよね。うん、最後にバターを投入します。 100g で160ペソでした。安いですね。バターにしては一番安いんじゃないですか。肉食うんだったらね、やっぱバターはちょっと必須ですね。いやー、贅沢。バターもソースも全部ぶっかけます。これで全部じゃないんですよ、あとね、これがネギのソテーも作っていきます。というわけで完成しました、こちらです。パーと、ネギのバルサミコ酢ソテーですね。はい、というわけでいただきます。もう肉2枚あるんでね、もう2枚一緒に切っちゃいましょう。分厚い1枚だと思って。ちょっとね、片方がミディアムレアで片方がウェルダンみたいな感じになりました。いただきます。うん、めっちゃうまくできたわ。うん、まやっぱりもう肉がうまいですよ、もう間違いなく肉のクオリティが段違いです。ネギのバルサミコソテーもいただきます。うん、これも外さん、絶対にうまい。ブエノスアイレスって言っても食費は安いですからね、自炊すれば。下手したらボリビアなんかよりも安いところもねありますからね。安いところっていうか、その安い食材も。ウシュアイアで大塚がやってた秘伝の肉ブルーチーズやっていきます。酒のつまみとかパスタに振りかけるように買ったんですけど、ブルーチーズなんせね 84g、まあ、253ペソなので100円ちょっとなんですよね。ブルーチーズって普通高いですよね、もうちょっとね、多分
これが安く食べれるんだから安く食べれるうちに食べときたいっすよね。ブルーチーズステーキいただきます。これで大体いくらぐらいなのかなって計算したんですよね、一食。ちなみにお肉は 400g ぐらい、400ペソですね。この肉は2枚でダン540ペソです。いや安いですね、めちゃくちゃ安いです。こんな贅沢して300円いかないわけですからね。だからもう今までのボリビア生活とかではもう自炊はもう節約のためだけ、パスタとかチャーハンとか食べてたわけですよ。でもね、アルゼンチンでは外食はしない、ほぼ自炊を贅沢するっていうね、そういうライフです。はい、という感じで毎日エアビー自炊生活送ってます。おやすみなさい、また明日。おはよう、バナちゃん。おはよう。おもりーバナちゃん。というわけで、朝ごはんができました。じゃーん。スクランブルエッグ、これ卵4個分使いました、僕は。パン、まあ1袋の3分の1ぐらい、スノーが置いてってくれたピーナッツバターとブルーチーズとホットチリソース。こんな感じですね。こんな感じです。いただきます。うまっ。最近毎日スクランブルエッグ作ってるんで、うまくなってきました、スクランブルエッグが。何より今日はね、新しいマテを開けましたよ、アマンダ。果たしてこのアマンダ美味しいのかどうか。いいですよ、匂いはいい。いただきます。あ、美味しいやつです。これ美味しいやつです。はい、とまあ朝ごはんはこんな感じですね。いつもこの朝ごはんがだいたい280ペソ280ペソぐらいですね。なので、まあ、僕はだいたい1日2食ぐらいなんで、夜がっつり肉食べれる、肉とかなんかパスタ、朝はこんな感じで、こんな感じでした。おはようございます。というわけで僕のね、ブエノスアイレスでの過ごし方紹介していこうと思います。まあ、まずはというか、まあもう本当に編集しかしてないんで、自炊っすね。自炊自慢ですよね。はい、というわけでお買い物です。はい、まずはスーパーに行きます。バモス。続いては大塚のブエノス生活紹介です、どうぞ。はい、というわけで卵ちゃんですね。パスタ安いんじゃないかってみんな思うんですよね。米なんだよね。チーズ島なんで僕。チーズ島としてはね、やっぱこのチェダーのディップソース、チェダーが買えちゃう、この値段でこれ買っちゃう。今日皆さんに何のご飯を紹介したいかっていうと、まあやっぱ自慢なんでね、やっぱ自炊自慢ですよ。ワインを買わないといけない。今日俺はワインの牛肉煮込みを作ってあげようと思っている。まあなるだけ安い、なるだけ安いワインですね。こちら、こっちがこっち、これ1リットルで、あとはコーラ、コーラが2リットルでこの値段ですね。返却ボトルタイプのやつですけど、安いんじゃないですか。ボトル返却タイプでコーラ買えるっていうのはいいよねって思います。本当にエコ、財布にも優しいし。最後にね、なぜかレジの裏にしか売ってないオリーブオイル買いました。オリーブオイルがね、ちょっと高いんですけど、やっぱりね、安いんですよね。今までのスタンダードと比べると、やっぱアルゼンチンは安い。オリーブオイルがこの値段で買えるっていうのは、なんで買っちゃいます。というわけで、お次は、八百屋さんですね。野菜。まあ、何の野菜が安いのかって話ですよ。まあ、あんまりね、ジロジロ撮るのはね、つかんと思うんで、まあ、なんか、空気を見ながらカメラ回していくんで、よろしくお願いします。そこら辺。人参2本とほうれん草とセロリとニンニクですね。まあこれ全部で100円してないんで安いんじゃないでしょうか。特にほうれん草が安いですね。今日は買わなかったですけど、ブロッコリーも、あ、今日も、今日はね2個で250って書いてあるんですけど、たまにね2個で200で売ってくれます。そしてメインの場所にやってきました。肉ですね。トブコを買います。これは牛すじですかね。肉用のお肉です。ストレスピーサス。
Tres piezas por favor. 603。これです。この安さ。ここのね、シーズニングが安い。シーズニングが安いんで、なんか買いましょう。サルデチミチューリ。サルデチミチューリ。グラシアス。去年僕たちのフォロワーです。仲良しです。はい、というわけでね、まあこれでね、お買い物終わりと思いきや、そう、フルーツ買ってないじゃん。ダメじゃん、それじゃあ。やっぱ南米フルーツ楽しまなきゃいけないっすよ。こちらですね。こちら、あれ？オレンジ200で買えるはずなんだけどな。なんと安くなってました。なんで看板外したの？安くなってから看板外したのかな。し、グラシアス。オレンジ10、オレンジ12、3個で180ですよ。90円ですよ、オレンジ12個ぐらいで。というわけで、まあ夜牛すじワイン煮込み作っていきたいと思います。またね。夜になったので夜ご飯。夜ご飯だね。夜ご飯だよ。もうこんな感じでね、夜です。というわけで、さっきも言った通り牛すじのワイン煮込みを作っていくっていう感じですね。食材はこちらです。いやーすごいね。そしてまあこちらのね、香味野菜たち。香味野菜だって調べました。もうね、だいぶ使ったホールトマト。野菜はね、入れれば入れるほど美味しいと思うんで、いろんな野菜を入れていこうかなと。お米と赤ワインですね。はい、というわけでね、まあここら辺を適当に煮込んでいきたいと思います。野菜を切っていきます。やっぱちょっと玉ねぎはね、半分だけ使うことにします。なんか玉ねぎだけね、安くないんですよね。アルゼンチン全体的に安くないんですよ。この2つの野菜は、その同じ煮込み料理には香味野菜って YouTube で見たんで、試して買ってん。結構うちは実家で流してたんですけど、野菜の栄養はほとんど皮に詰まってるって。多分月に1回ぐらいはそういうお題であの番組回してるんで、皮むかないです。僕は試して買ってんファミリーだったんで、乱切りですね。お野菜を切り終えました。こちらを雰囲気順に炒めていきます。料理開始です。まあ、皆さんなんとなくね、分かってると思いますけど、今回レシピとかないですね。まあ、YouTube でシチューを参考にしたっちゃ参考にしたんですけど、適当に作ったら美味しかったんですよ。まあ、今回も適当に作ろうかなって思います。でも前回の適当よりも香味野菜が多く加わってるという、そういう仕様になっております。はい、楽しみです。まずはオリーブオイルを引いて、ガーリック、ガーリックの香りを出していくというね、お決まりのフェーズです。こちらのお肉をぶち込んでいきます。ひっくり返しましょう。ほら、うおー、今と正直このままでして。はい、というわけで野菜を炒めております。玉ねぎ、人参、セロリの順番です。間違っていたらコメントでお願いします。じゃん。てなわけでこんな感じでね、このがっしりカットしたお肉をまたぶち込んでいきます。いや、ちょっと気張りすぎたかもしれませんが、やっぱギリギリ1個で良かったかもしれない。これをぶち込みます。浸るぐらいまで。400ml ぐらい注ぎましたね。味を整えていきます。めちゃめちゃうまいホットチリソースに入れる。これはチリで買った醤油です。ビーフコンソメ、ハチミツ。ウユニのメルカドでね、多分15ゴリとかかな。さあ、アンデスの方ってハチミツとかね、何でも安いんですよ。だから買っといた方がいいですよ。ホールトマトも重さです。はい、というわけでこちらをもうあとはひたすら煮込んでいくだけです。はい、ってなわけで完成しました。肌綺麗じゃね。めっちゃ肌綺麗だな。完成しました。肌綺麗だな。1時間半ぐらい煮込んだんですかね、多分。おかげさまでね、玉ねぎとセロリはね、ちょっとどっかに行っちゃいましたね。というわけで盛り付けていきます。はい、というわけで、我ながらうまそうではあるが、油がすげえな、これ。油がすっごい。肉2個でやったの初めてだからな。うまそうですね、我ながら。はい、というわけでね、はい、ちょっと白のロンティーはね、ちょっとビーフシチューの汚れ目立っちゃうんで、飛んだら一番汚れが目立たなそうな言わせで食べていきたいと思います。いただきます。まずはベジファでしょ。沸騰したお湯に2分半。完璧ですね。はい、というわけで、いただきます。
馬おろしめちゃめちゃうまいっす。めっちゃ簡単なんですけどね、本当にぶち込んだだけですからね。そこで1時間放置しておいただけですからね。合いますね、赤ワインとね。あ、でもちなみにこれあんまり美味しくないですね。やっぱこのワインは美味しくないわ。ちょっと氷入れて飲まなかんぐらいですね。そのまま飲むと美味しくないっす。このホロホロ具合よ、もうめちゃめちゃ柔らかいんですよね。やっぱめっちゃ煮込んでるから、うん、もうスンスン。というわけでちょっと豪華なディナーでしたね今日は。普段は、まあ、まあレパートリーとしてはもうこれ作るかステーキ、あとはまあトマトパスタか、まあこの3つのローテーションですね僕は。今日今回かかったお値段、こちらのその黄金伝説みたいにそのちっちゃくちっちゃくちっちゃくしてね、ちょっと待って待って待って、でこのこれ全部で300円、めっちゃ安いっす。だから多分今日これ僕これ食べきれないんで明日の朝か昼に食うんでって感じですね。はい、というわけで食べていく。はい、というわけでもう夜の2時ぐらいです。今シャワー浴びてね、もうお湯が熱いんすよ。でも喉がねカラッカラなわけで、この喉を何で潤すかというと、そこのオレンジです。いただきます。ビールより全然うまいですよ。オレンジ生かぶり、これめっちゃうまいっす。うんうん、みたいな感じでブエナノチェス。はい、というわけで最後に世界何このタバコてなわけでね、アルゼンチンもねこのコーナー引き続きやっていきます。というわけで今回ご用意したタバコはこちら、バンダン。なんと全部巻きタバコです。全部巻きタバコなんです。これね全部アルゼンチンのタバコなんです。すごくないですか。アルゼンチンって、まあ、喫煙率すごい高いなとは、まあ、感じてるんですけど、すっごいかっこいいパッケージ。これとか、じゃあまずエントリーナンバー1、まずエントリーナンバー1こちら、ラスオハス。これめちゃめちゃコスパいい、一番安くて量が多いタバコですね。これはもう僕1個吸ったことあるんですよ。ここにあるんですけど、もうこれほぼ空でもうなくなりそうって感じなんですけど、これは普通のレギュラータバコですね。でもねなんかちょっと甘い匂い、甘い香りがする、なんかピースみたいな感じじゃないですかね。どうですか、こんな感じです。2つ目はこちら、アレレ、アレレクイーンですね。このメーカーのレギュラーはちょっとお店に売ってなくて、まあ一番僕がフレーバーで好きなのはバニラなんでバニラ買ってみました。まあでもこれ 30g でさっきのやつのまあ 1.56 倍するんで、まあ割高ではありますね。割高ではあるけど冷静に安い。おお、めちゃめちゃバニラで、まあこっちの方が多分あれだ、ヨーロッパのゴールデンバージニアとか、なんだろう、ドラムとか、そうやって巻きやすいですね。めっちゃ細いですわ。比べてみると、そっか、ラスオハス結構粗いっすね。比べてみると分かると思うんですけど、これ粗いでしょ。多分こっちの方が巻きやすいです。細切り。最後はこちら、バンキーフ。バンキーフですね。このメーカーのタバコね、めちゃめちゃおしゃれで、パッケージが。なんかこれチョコレートフレーバーなんですけど、チョコレートフレーバーつっても、パッケージがバラバラで、あとレギュラーもなかったんで、まあ、チョコレートにしたんですけど、これなんかちょっとこの分かりますかね、質感が分かります、高級感あるっていうか、なんかこれテロテロでテカテカじゃないですか。テロテロでテカテカなんですよ。でもこれちょっと違うんですよね。いいっすよね、テロって。お、なんだこれは、ステッカーだステッカー付きだ、おしゃれだなぁ。いやー面白いなぁ、アルゼンチン。なんか別にそんなチョコレートの匂いしないですね。うん、あでもこれもやっぱめちゃめちゃ細かいっすね。めちゃめちゃ細かくて巻きやすそうな感じですね。というわけで今紹介した3つのタバコを巻いていきます。はい、というわけで吸っていきましょう。まあまずは、まあ、いつもの吸います、ラスオハス。うまいんすよ、これが。全然まずくないんだよな、むしろうまい、普通に美味しいんだよね。コストパフォーマンス最強だと思うんすよこいつ。なんかちょっと甘いかな、ナチュラルに甘い、なんか上品な気がする。一番臭いやすいんですけど、はい、というわけでね、どんどん吸っていきましょう。次はバニラのこちらを吸っていきます。
そんなバニラ感じないですね。ケージの匂いはめちゃめちゃバニラの匂いするんですけど、吸ってみると案外弱いです、バニラの香り。でまあでもラスオハスよりちょっと軽い気がしますね。めっちゃ吸いやすい、なんかえぐみがゼロ。てかラスオハスにちょっとえぐみあったんだなって今感じてます。この吸う時にグッてなんないですね。これ本当に美味しい、吸いやすいタバコですね。はい、はい、そして最後は一番楽しみ、バンキーフチョコレート味、吸っていきましょう。ちょっと分かんなくなってるのが非常にスムース。これもまたまあ最初のやつよりは軽いなって感じがしますね。いや別にチョコレートって感じしないですね特に、まあ、僕はこの3つの中だったらこいつが一番好きですね。はい、別にコスパってことではなくて、まあ、この2つの方がなんかスムース軽いなって感じはあるんですけど、なんかこっちの方がタバコ吸ってるって感じするし香りも強いし。というわけで世界のタバコ初のトリプル巻きタバコって感じでした。まあパッケージのタバコもすんごい安くて、もう普通にコンビニとか売ってるタバコで普通に100円切るものもあるん でそう考えるとオリビアとかペルーよりも安いんじゃないかなっていう。まあただ一番コスパいいのはこれだったんで、まあアルゼンチンでは基本的にこいつ吸ってたんですけど、まあ本当にアルゼンチン、まあお酒肉のみならずタバコもめちゃめちゃ面白いですね。やっぱ本当に随所に西洋の文化が入り込んでるなっていうのはアルゼンチンに住んでてめちゃめちゃ感じますね。こういうところからもなかなかオリジナルの巻きタバコを国内のメーカーがたくさん作ってるってことないと思うんですよね。南米で特にもっとなんかアルテサナールな感じ、もっと手作りな感じでパッケージされた巻きタバコならメキシコとかペルー、ボリビア結構あるんですけど、そこら辺こんな感じでもうめちゃめちゃコマーシャルな感じでパッケージされてる、こういうちゃんとタバコ体に悪いよって書いてあるようなタバコで巻きタバコがいろんな種類楽しめるっていうのは、これはもうアルゼンチン今のところオンリーワンですね。非常に面白いです。というわけで多分この動画は以上ですね。このブエノスアイレスにね泊まらせていただくことができてすごい充実してました。特に猫ちょっと寂しいですね、猫がいない生活ちょっと考えられないです。そんぐらい猫といる日々が楽しかったですね。以上ですというわけで最後までご視聴していただきありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。というわけでチャオー。出る前にやらなきゃいけないことがありました。1個こちらこちらこちら、猫ちゃんのご飯はね基本的に切らしてはなりませんので、スノーとカートが準備してくれた餌をお皿に盛ります。これはもう毎日の日課ですね。これもだいたいね、どうだろうな、ジージーは1日3、4袋ぐらいかな。バナちゃんは2、3袋ぐらいですかね、多分。はい、結構食べます、特にジーは。これは牛肉なんですけど、それ以外に、まあ、牛肉とチキンがほとんどなんですけど、七面鳥とかあとなんか魚とかなんかいろいろあるんですよ、種類が。いやー贅沢な、いいもん食ってんなって思いますよ本当に。バナご飯だよ。バナちゃんはちょっと眠り中ですね。というわけでお買い物行きまーす。バイバイバナ。バナちゃんお眠り中ですね。かわいい。